so much to learn about. It'll make you want to shout, Blippi! Hi! 僕はブリッピー。後ろの壁を見てよ。うわぁ、かっこいい文字だね。なんて書いてある？サイカート？インターナショナルスピードウェイだ。イエーイ！今日はサイカートインターナショナルスピードウェイに来てるワシントン州だよ。ね、あれを見て。あっちも。なんだろう？そう、レーシングカートだよ。今日は一緒にレーシングカートについて学んで運転もしちゃおう。いっぱいあったね。そう、旗、フラッグだ。いい？レーシングカートに乗るときは指示に従うのが大切だよ。フラッガーのね。カートのエンジン音はすごくうるさいから声が届きにくいし、ヘルメットをしていたら聞こえないんだ。だからやりとりには色付きフラッグを使う。詳しく見てみよう。うわあ、これは何色かな？そうだね、このフラッグの色は緑だ。レースの開始を意味するフラッグだよ。この緑のフラッグが下ろされたらレース開始だ。うわあ、これを見てよ。そう、この旗の色は黄色だ。そう、黄色のフラッグだ。この旗を見たら速度を落とす必要があるよ。それと追い越しも禁止。コースで小さな問題が起きた時に注意してって伝えるためのものだよ。黄色信号だね。わあ、このフラッグを見て。うわあ、ほら、色は赤だ。道路の停止の印や赤信号と同じ。すぐに止まってっていう意味だよ。コースで大きな問題が起きているんだ。カートが何台かスピンしてコースを塞いでいるとか、例えばだよ。このフラッグを見たら停車しないといけない。ああ、別のフラッグだ。うわあ、この旗は何色かな？そう、僕の好きな2つの色の1つ。これは青いフラッグだ。もし君がこの青い旗を目にしたら、道の端に避けて道を譲るんだよ。例えば僕がすごくゆっくり走っていて、この青い旗を目にしたら後ろの車に道を譲るんだよ。コースを安全に走るためにね。おお、これを見て。黒いフラッグだ。つまり失格という意味だよ。なんてこった、嫌な響きだね。そう、このフラッグはわざと人にぶつかるとかいけないことをした時の旗。カートをぶつけて遊んじゃダメだよ。これはバンパーカーじゃない、レーシングカートだ。ウィー。ああ、見てよ、白いフラッグだ。最後の一周という意味だよ。お、これはつまりアクセルを踏んで勝ちに行けってこと。次は最後のフラッグだ。ほら、白と黒のチェック柄だね。レースの終わりを意味する。きっと君の勝ちだね。おほわ、これを見て。そう、これがレーシングカートだ。今日はこれについて学ぶよ。ね、まずはパーツを見ていこうよ。うわあ、とってもかっこいいね。見て、これはなんていう？そう、ここに座るんだよね。よし、ここはシートっていうんだ。うわあ、僕の手を見て。ウィーウィー。そう、これはハンドルっていうんだ。かっこいいよね。これで左に曲がったり右に曲がったりする。イエーイ、ウィー。車やコースと同じようにレーシングカートにもハンドルがあるんだ。足で押してるものを見て。そう、これ赤いのだ。これはブレーキペダル。いい？これを踏み込むとレーシングカートは走るのをやめるんだ。こっちにもあるよ。これは何色かな？そう、これは緑だね。緑はどんな意味？そうだね、進めだ。わははは。お、これを見て。ほら、レーシングカートのいいのは安全なところだよ。だってほら、シートベルトがある。忘れないでね。
シートベルトは常につけるんだよ。いい？それからヘルメットも必ずかぶってね。わあ、ここを見て。ど真ん中だよ。ここの穴からカートに入れるんだ。燃料をね。この車はガソリンで走るよ。開けてみよう。わあ、満タンまで入ってるね。これで準備はバッチリ。ところでカートのエンジンを見たことはある？来てごらん。行くよ。うわあ、これだ。カバーを外してみよう。うわあ、これがレーシングカートのエンジンだよ。おお、この中で力が生み出される。ガソリンがここに入って空気と混ざって、それからスパークプラグで火がつき、その結果力が生まれるんだ。わあ、素晴らしいマシーンだね。それじゃそろそろレーシングカートに乗ってみようか。わあ、カートがたくさんあるね。記録を塗り替えるのが楽しみだよ。お、来て。わあ、ここにあるカートを見てよ。ほら、どのカートにも赤いナンバープレートがついてる。かっこいい。わあ、こっちのレーシングカートを見てよ。こっちはどの車にも黒いナンバープレートがついてるね。おお、たくさんあるね。来て。お、これを見て。なんていう数字かな。まず1と、そして6がある。そう、16だね。イエーイ。うわあ、同じ数字が2つ並んでる。両方とも数字は2だね。2が2つ。この数字は何？そう、22だ。やったね。そうだ、君に簡単な算数の問題を出すよ。計算して。1足す2は？1足す2？ 1、2。1、2、3だ。そう、答えは数字の3。イエーイ。レーシングカートって面白そうだよね。そうだ、前で1台選んでコースに出てみようよ。どうしよう。それじゃあこれにする。よし、乗っちゃうよ。わーわーわー、準備がまだだ。カートに乗るときは安全が大事だよ。ヘルメットを選びに行こう。わははは、この中から一つヘルメットを選んでいくよ。おお、ワクワクするね。見て、まずはこのヘルメットだ。いいね、これすっごくかっこいいよ。色はまず緑、黒、白。うわあ、そして銀色だね。おお、僕の大好きな色を使ってるのもあったよ。イエーイ、青いヘルメットだ。うわあ、とってもかっこいいね。わあ、これを見てよ。イエーイ、これは何色かな？そう、この色はピンク。とっても素敵だね。レースで走るときは頭を守るためにヘルメットが必要なんだ。忘れちゃいけないのが赤だ。うわあ、これを見て。ウィーンウィーンウィーン。最後に紹介するヘルメットは、ほら見て、黄色だ。イエーイ、とってもいい色。黄色といえば太陽の色だね。イエーイ。さてと、ここにはたくさんの色のヘルメットがあったね。君なら何色を選ぶ？それもいい色だ。でも今すぐに必要なんだよね。思いついたぞ。自分で用意した装備を使うのはどうかな。ズボン。イエーイ、フフー、手袋だ。おおほほほほ、イエーイ、ウィー、ヘルメット、イエーイ。それじゃあ準備はできたよ。行こう。
よし、準備は完璧だ。ああ、カートに座った。安全第一。ヘルメットをかぶって。シートベルトを忘れずに締めたよ。よし、ブリッピー、準備はできたね。最高記録は 23.3 秒。新記録出せる？任せて、覚悟はできてるよ。ちょっと待って、タイムはどう？ 23.29 秒、新記録が出ました。わー、これを見て。イエーイ、イエーイ、うわー、いやー、すごかったよね。僕の走りを見てくれたかな。レーシングカートって大好き。うわあ、今日はとっても楽しかった。サイカートインターナショナルスピードウェイからレースをお届けしたよ。さて、今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。ブリピー、ブリピー、やったね。それじゃまた会おうね。バイバイ。僕はブリッピー。ここがどこかわかる？そう、今日はワシントン州レベンワースにあるレベンワーススキー場に来てる。ほほほほほ、見てよ、素晴らしい雪景色でしょ。僕と一緒に今日は雪遊びを楽しもう。よし、行こう。これすごく楽しいね。何をしてるかわかる？そう、スノーチューブに乗って坂を滑ったんだ。この坂は短いね。でも見て、もっと長い坂があるよ。坂の上まで連れて行ってくれる機械もあるんだ。だから歩いて登る必要はないよ。後で見せるね。でもまず、これがスノーチューブだ。うわあ、これは全体が赤いカバーで覆われてるね。うわあ、カバーがチューブを守ってるんだ。中に入ってるチューブは黒色でゴムでできているよ。見える？それからこれはスノーチューブのロープ。ここの輪っかを機械のフックに引っ掛けて君を坂の上まで引っ張り上げるってわけさ。うおー、早速見に行こう。オーケー、チェックしよう。この機械にはまずケーブルと滑車がある。近づいてみよう。おお、滑車が見える？回転してるね。この動きが力を生み出しているんだよ。だからフックがここにあるね。このフックがチューブと人を引っ張っていけるんだ。よし、一つ引っ掛けてどうなるか観察してみよう。じゃあ僕とゲームをしよう。スノーチューブがいくつあるか数えるんだ。いいね。一つ、二
つ、三つ、四つのチューブだ。できたね。やったぞ。四つ数えられた。それじゃ次のゲームだ。とっても簡単だよ。このチューブの形は何でしょう。四角形ではない。じゃあ三角形かな。違う。これはタイヤと同じ形だ。そうだ、これは円形だね。ふふふ、やったね。はーい、これを見て。なんだと思う？これは黒色のゴムのマット。すっごく重たいよ。はあ、それと灰色のカーペットだね。そう、家に置いてある普通のカーペットと同じだよ。いい？このマットとカーペットはチューブが通るところに置いてあってスピードを抑えてくれる。これがなければスピードが出すぎて飛んでいってしまうんだ、空まで。行くよ。よし、出発するぞ。うわはは。見た？すごく早かったね。最高だよ。うわー、あれを見て。すごくかっこいい乗り物だね。スキー場って最高。山をきれいに使えるようにすごい機械がたくさん揃ってる。わあ、見に行こう。うわー、これを見て。すごいね。これはドライブトラック。そう、この乗り物にはドライブトラックがついている。面白いね。普通はホイールとタイヤだけど、これは違う。ドライブトラックが雪をしっかり掴んでくれるから雪道も滑らずに進めるよ。あは、乗ってみよう。ふう。ああ、バックしてる。イエーイ。これを見て。何してるかわかる？そう、自転車に乗ってるんだ。おかしいよね。走っているのは雪の上だ。だって普通自転車で走るのはコンクリートや土、アスファルトだ。でもこれは違う。この自転車のタイヤを見て。これはデコボコしてすごく幅が広い。うわあ。そう、普通の自転車に比べてずっと幅が広いんだ。だからファットタイヤと呼ばれる。これなら雪をしっかり捕まえられる。だから雪道でも滑らない。わあ、このタイヤの模様最高。さあ行くよ。これぞまさに雪だ。おお、すごく冷たいね。外は凍えそうだ。
暖かくしよう。部屋でホットココアを飲もう。おっと失礼。あらりと舞う雪、心踊る。勇気を出して滑り出そう。さあ行くよ。見渡す限り雪景色、厚着して凍えないように。雪合戦のエンジェル、寒さ忘れ、心合わせ集まろう。真っ白ならではの乗り物に挑戦だ。スノーモービルで進んで行こう。降り積もる雪の上、スピード上げるよ。今日はとっても楽しかった。一緒に雪遊びができたからね。ああ冬って大好きなんだ。そう、冬は一年の中でも最高の季節だよね。さて今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。ブリピー、ブリピー、やったね。それじゃまたね、バイバイ。心を踊らせ、名前を呼ぶよ。ウッピー。ウホホホホ。はい、僕はブリッピー。うわあ、後ろに何があるか見える？そう、丸太だよ。ウォホホ。今日はオリンピアっていう港に来てるワシントン州だよ。ここの丸太は切り倒されて他の国に運ばれて、そして家作りに使われるんだ。ワシントン州ってすごいんだよ。こうやって木を一本切り倒すごとに、会社は新しい木を少なくとも3本植えるんだ。ははそれじゃ早速港を探検してみようよ。でもまずは安全のための装備がいるよ。おっほほほほほ、安全って大好きなんだ。よし港を探検しに行こうか。ははおっほほ、見て見て、あれはクレーンだ。すっごく大きいね。クレーンって大好き。地面から荷物を持ち上げて、すっごく高いところまで運ぶんだ。かなり重たいものもね。このクレーンの中を見てみよう。うおほほほ、すごいよ。ここにあるのはクレーンのホイールとタイヤだ。見て、タイヤは黒でホイールは青色をしてるね。ははっ、タイヤが2つ並んでることに気づいた。ほら2つ。そう、1つだけじゃなく2つあるんだ。ははっ、そうだ、いい考えがある。ホイールとタイヤの数を数えてみない？よし、ここから始めるよ。いい？いくよ。1 2 3 4 5 6 7 8
8つタイヤがあったよ。ちょっと待って、確か2つずつ並んでたよね。それじゃつまり 8×2、 8×2 は16だね。やったね。でもちょっと待って、タイヤは片側だけじゃなく反対側にも同じ数だけあるはずだよね。つまりこうだ、 16×2。 難しいな。16×2、 32個のホイールとタイヤだ。やったね。おお、見て見て、働いてる人がいるよ。話しかけてみよう。こんにちは。はーい。いやブリッピー。どうも、君は？フランクだ。はじめまして。こちらこそ。ここで何をしてるの？僕はこの港にある機械の整備をしているんだ。今日はこのクレーンを調べていくよ。おお、クレーンだって、かっこいい。ついてっていい？もちろん。やった。おいで。よし、行こう。着いたよ。さあ入って。こっちだよ。うわあ、これ見て。うわあ、おお、この椅子に座ってみるからね。ここでクレーンを動かす。おお、見て、すごく高い。おお、おお、うわあ、すごい迫力。地上からの高さは90フィート、およそね、30メートルくらいだね、だいたい。おお、あそこにあるフックが見えるかな？あれは荷物を引っ掛けるのに使われる。あのフックで丸太やボートや何だって運べるんだ。わあ、こっちについてきて。おお、巨大なケーブルだね。あれでケーブルを巻き上げる。うお、広い部屋だ、見て。おお、それとこっちは機械室だね。わお、すごい装置だ。見てよ、働いてる人がいた。お仕事中だよ。はーい。いいね。それじゃこの部屋を出ようか。うわあ、今からエンジン室に入るよ。おお、なんて大きなエンジンなんだろう。フランク、これはどのくらい大きいの？すごく大きいよ。12気筒の、これはツインターボ、カミンズ製ディーゼル。うわあ、大きくて馬力のあるエンジンなんだね。気をつけて、揺れてる。うっ、うわあ、ものすごく大きかったね。うわあ、とっても重たいものを持ち上げるのに使われるんだ。おお、わ、行こうか。わあ、これを見て、とっても大きな船だね。ほら、この船にはさっき向こうで見た丸太がたくさん積まれているね。船はこれから他の国を目指し旅をするんだよ。そして丸太を届ける。おお、看板に何か書いてあるよ。関係者以外立ち入り禁止だって。僕らは入って大丈夫。すごく大きな丸太だね。たくさん積まれているよ。一緒に数を数えてみよう。いくよ。1、2、3、
14567891011121414141415141416。どこまで行ったっけ。まあいっか、しょうがないや。それじゃ丸太を積む作業の邪魔にならないようにここを離れようか。そうすればもっと積み込めるはず。それじゃあ行くぞ。見てよ、小さなボートだね。おほほ、これは中くらいの大きさのボートだ。おほほ、これはとっても大きなボートだ。ねえねえ、あれを見てよ、移動式のリフトがある。移動式リフトは海の上からこのベルトを水中に下ろしてボートを持ち上げたり下ろしたりもできるんだよ。向こうにボートがちょうど一艘止まっているよ。水から上げて下ろすところだ。ほらこれを見て、とっても大きなベルトだね。すっごく頑丈だよ。これで持ち上げられる重量はおよそスクールバス7台分なんだって。すごい重さだよね。それじゃちょっとどいておこう。これからボートを運ぶんだって、とっても楽しみだね。うわー、ものすごく大きな機械だね。何をしてるかわかる？今はベルトを水面に下ろしているところなんだ。これからこのベルトを水の中に沈めてボートをその真上まで移動させるんだ。そうしてベルトがボートを引き上げて陸まで運んでくれるってわけさ。何してるかわかる？ポールを使って船をゆっくりと引き寄せているね。ぶつけて傷をつけないよう気をつけてるんだ。ほら、きっと他の人のボートだから大切に丁寧に扱っているんだね。君も友達からおもちゃを借りた時は壊さないよう大切に扱ってあげてね。うわあ、あれを見て、ボートを持ち上げてるよ。ほら、水から上げられてタイヤがコンクリートの上を転がっているね。陸に戻ってくるんだ。ほほほほ、すごかったね。それじゃ汚れを落とそう。見てよこれ、たくさんのフジツボがついてる。海藻まで生えてるよ。うわははは、とっても美味しそう。食べないけどね。よし、綺麗になったね。イエーイ。それじゃ僕は冒険を続けるよ。まだ見たいボートがたくさんあるんだ。ほら見て、こんなにあるよ。さて今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。ブリピー、ブリピー、やったね。それじゃまたね、バイバイ。さあ集まれ、楽しく学ぼう。心を踊らせ、名前を呼ぶよ。ウォーホホホー、はーい、僕はブリッピー。この建物を見て。おお、今日はワシントン州シアトルのアイフライインドアスカイダイビングに来てる。
すごくかっこいいよね。だってこの中で飛べるんだよ。いいかい、普通のスカイダイビングは飛行機から飛び降りて、おおすっごく怖いよその後パラシュートを開いて着地するんだ。でも今日はスカイダイビングをこの中でする。中で大きな扇風機が下から風を送り上に吹き上げる、ブワッと。そして君はここで宙に浮くってわけさ。イエーイ、僕もすっごく楽しみだよ。じゃあ行こう。はーい、アイフライへようこそ。ウフフ、今日はよろしくね。上のフライトデッキに行ってくれ、みんな君を待ってるよ。よし、上に行くよ。こっちだ。フライトデッキ見学エリア。おお、ここを上がるとデッキがあるみたいだね。うわぁ、すっごくワクワクするよ。わぁ、着いたよ。わぁ、これがフライトデッキだね。ここで見学するんだ。それからここが空飛ぶお部屋だ。あぁ、もう待ちきれない。これを見て、空飛ぶお部屋の中には色とりどりのボールが置かれてる。おもちゃもあるね。よし、いい考えがある。空飛ぶお部屋のスイッチを入れて、どれが一番先に宙に浮くか試そう。あ、ついてきて。おっとおっとおっと、ちょっと待って、まず安全装置をつけないとね。多分こっちの方かな。ここに黄色いロッカーがある。うわぁよし、ここだな。あったぞ。まずこれはゴーグルだ。あー、見やすいね。目を守れる。よし、それと耳栓もあるよ。耳に入れて完璧。こうして反対にも入れて、これで両方入った。よし、それじゃ部屋に戻ろうか。どれが飛ぶか確かめてみよう。おお、これ見てここにカゴが置いてある。それじゃまずはじめにどれを飛ばしてみようかな。僕の足元にあるのは穴の開いたウィッフルボール、青色とピンク色だ。うう、これはゴム製のアヒルだ。それに見て、ゴムのニワトリ。いいね、ほら見て見て。うわぁ、大きなバスケットボールだ。うわぁよし、ここは決めるぞ。それじゃ何が一番先に飛ぶかな。あ、風の音だ。うわぁ、ボールが勝手に動き出した。うわぁ、よし、ボールを集めるぞ。考えがあるんだ。この容器に入った水をこぼして宙に浮くか試してみよう。行くよ。わあ、わあ、今の見た？水が宙に浮いてたよ。わあ、それじゃまたね、しずくちゃん。すごく高いところまで飛んでいったよ。もう少しやろう。うわー、もう少しだけ、後で秘密兵器を出すよ。あーはは、ウォーホー、あは、あー落ちてきたよ。あー、濡れちゃったよ。よし、これを見て。いいかい、実はここにかっこいい水鉄砲を用意したんだ。これに水を入れよう。これでよし、水で満タンにしたよ。準備はいい？うわー、いつもなら水はまっすぐに遠くまで飛んでいくけど、ここではうわははは、ウィー、
ものすごい量の水だね。すごく楽しかったよ。おもちゃや水の動きが見られて、風がすごい速さで吹き上げてきてたね。でもここではおもちゃや水だけじゃなく、自分の体まで宙に浮かせることができるんだ。じゃあどうやるか教わろう。この教室でね。あは、わあ、ここで何をするの？いや、これから映像を使って必要なことを教えるよ。それから飛びに行こう。いいね。それじゃ座ってみてみよう。うほほ、かっこよかったね。それじゃブリッピー、もう飛び方は分かったよね。うん、じゃあ大丈夫だよ。テストするよ。いいよ。この合図は？足を伸ばす。当たりだ。じゃあこれは？膝を曲げる。それは体の力を抜くだよね。よし、当たりだ。大事なのは？顎を上げる。よし、もう大丈夫そうだね。装備をつけに行こう。やった。ヘルメットとゴーグル、フライトスーツだ。わかった。こっち。今から怪我しないための装備をつけるよ。その後いよいよ飛ぶんだ。イエーイ。よし、ずいぶんたくさんの装備があるね。まずはここにあるフライトスーツだ。あとヘルメット、そしてゴーグルに、最後は耳栓だ。じゃあ行くよ。3、2、1。わほほ、見て見て、イエーイ、似合うかな。うふう、飛ぶ準備は完璧さ。空飛ぶお部屋に向かおう。風の強さを変えてもっと高く飛ぶよ。うほほほ、すごかったよ。じゃあ次はプロの技を見よう。こっちだ。すっごく楽しみだね。わあ、この装置を見て。わあ、すっごく大きいよね。さあ始まるよ。すごいよ。本当にすごかった。君も見たよね。高く上がって降りて、
ぐるりと回ってくねくね踊ってた。最後のは冗談、綺麗な体勢で飛んでたね。イエーイ、最高にかっこよかった。見ていてワクワクしたよ。僕の時も下からブワッと風が吹いて胸や体を押し上げたんだ。体を丸めると下に降りていって、逆に体を広げると上がっていった。そう、僕の体に風がたくさん当たるようになったから、おお、すごく楽しかったまたぜひ挑戦してみたいよブリッピー、とっても上手に飛べてたよ。君にフライト証明書をあげる。また新しい技を学びに戻ってきて ね、 嬉しいね。フライト証明書だ、よくやったどうもありがとう。うわー、フライト証明書をもらっちゃった。ここアイフライでフライトをマスターしたからだよ。イエーイウホホホホ、今日はとっても楽しかった。アイフライインドアスカイダイビングからお届けしたよ。おほほ、すごかったよね。吹き上げる風に身を任せて、まるで空を飛んでいるような気持ちになれたよ。うわー、うわあ、最高に楽しかった。さて、今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。いくよ、ブリッピー。ブリッピー、やったね。それじゃあまたね、バイバイ。僕はブリッピー。今日はカリフォルニア州の田中ファームに来てるんだ。ファームの意味はそう、農場だ。フルーツや野菜の収穫体験ができるよ。イエーイ、スーパーマーケットはいらない。今日は一緒に農場巡りだ。行くぞ、ほほほ。見てごらん、あそこにあるのはトラクターと2台のワゴン車だ。見に行こう。ツアーに参加すれば君もこんなに大きなトラクターに乗ることができるよ。すっごくワクワクするね。おお、誰かいる。やあ、こんにちは。僕はケニー。ケニーだね。僕はブリッピーだよ。何してるの？トラクターにお客さんを乗せて農場を案内してるよ。わあ、僕らも乗せてもらえる？もちろん、どうぞ。やったね、行こう。見てよ、ここは人参畑だ。よし、またいでいこう。この葉っぱの下に人参の根がある。普段食べるのは土の下に埋まってる部分だ。だから人参は根菜と呼ばれる。いいね。収穫するためにまずどこにあるか探してみよう。こうして葉っぱをどけて、うわ、ここにたくさんあるよ。このオレンジ色が見える？ここだ。これが根っこだよ。でも土にすっぽり埋まってる。だから掘り返そう、このピッチフォークで。うわまるでフォークみたい。でもすごく大きい。よし、土を掘り返すぞ。うわあ、それから引っこ抜くよ。見て、一本取れた。はあ、これを見て、人参が取れたよ。うわあ、やったね。僕の大好物なんだ。色はオレンジ色。いろんな料理に使える。サラダや、それにキャロットケーキ。他にはスープも。美味しいよね。それに暗闇で目を見やすくしてくれる。うわあ、最高だね。そうだ、動物の中にも人参が大好きな仲間がいるよ。どんな動物かわかるかな？はあ、じゃあ探しに行こう。あー、かわいいね。見て、これはウサギだよ。あー、この子の名前はアンディだ。素敵だね。さっき取った人参を食べてくれるかな？どうぞアンディ。ああ、お腹が空いてないみたい。いいんだ、地面に下ろそうか。ほら、よし、いい子だね。うわあ、ウサギは大好きだ。毛並みがすごく柔らかい。やあ、この子はピーナッツバター。
隣の子はジェリーって名前。おお、もう1羽来た。よく食べてる。おっと、よし、いいぞ。大丈夫だよ。ほら、うわ、この鶏はモダンゲームという品種だよ。そう、体は小さいけれどもう卵を産むんだ。見て、あい、かわいいね。わあ。それじゃピーナッツバターはおろそうか。そうすれば餌を食べられる幼虫をね。ほらどうぞ。よし、ね、こっちに来て。見せたいものがあるんだ。うわ、ここを見て。ほら、卵があるよ。そう、鶏が産んだ卵だ。うわあ、卵が一つ、卵が二つ、卵が三つ、そして卵が四つ。この二つは大きい卵だね。こっちの二つは小さい卵だ。でもこの二つもモダンゲームの卵ではないんだ。彼らの卵はもっと小さいからね。じゃ、元の場所に戻しておこう。そして他の鶏を見に行こう。見てよ、おやつが大好きみたいだ。うわー、はい、うわー、見て見て、これは人参だ。根の色はオレンジだ。僕の大好きな2色のうちの一つだよ。おお、見て、これは玉ねぎだ。うわー、ものすごく大きいね。こっちも見て、これも品種は同じだ。でもこっちは葉玉ねぎと呼ばれる。どっちもネギだけど全然似てないね。うわー、これはロメインレタスだ。僕の大好物、ヘルシーなんだ。サラダにすると美味しいよ。うわー、ここにあるのはビーツだ。うわー、こっちのはゴールデンビーツで、こっちは普通のビーツ。おお、なんだこれを見て、可愛らしいね。これはラディッシュだ。色が素敵、なんていうかピンクっぽい赤だね。いいね、綺麗な色だ。うわ、見て、ほうれん草もある。小さなケースに入ってる。透明だね。ほうれん草は緑色だ。ここにある野菜には緑色のものが多いね。例えばラディッシュを見て、いい？食べられる部分の色はピンクっぽい赤色だ。でも葉っぱを見て、ここで光合成を行って根の成長を促すんだ。葉っぱは緑色だ。あまり食べないよ。うわー、ケールだ。ケールチップスはぜひ食べてみてほしいな。まるでポテチみたいだけどヘルシーなんだ。うわー、ドラムのスティックかな。違うね、これはサトウキビだ。うわー、これはすっごく甘いよ。うわー、これは長ナスだね。うわー、長ナスの色は紫だ。とても濃い紫だね。あ、すごいね。それにヘルシーだ。おっと、ここにあるのはセロリだ。それとこれはカリフラワー。うん。おっと、ペポカボチャも忘れないで。イエーイ。うわー、見て、まだあるよ。これはピーマンだ。イエーイ。隣を見て、こっちは赤ピーマンだ。見てよ、イエーイ。赤、緑、赤、緑だ。元の場所に戻しておこう。そして最後にトウモロコシの登場だ。僕の大好物さ。ブリッピー、着いたよ。イエーイ、すっごくワクワクする。わお、これは一体どんな食べ物だろう。よし、見てみよう。
どこかな？その通路、入ってみよう。わかった、ここね。よし。うわあ、これは何？これはスイカだよ。スイカか。うわあ、2種類あるみたいだね。ああ、この小さくて丸いのがクリームスイカだ。なるほど。そっちの大きくて楕円形のが普通の赤いスイカだよ。うわあ、収穫していい？ああ、選んでみよう。オッケー。じゃあ、そこにある黄色いのはどうかな？オッケー。真ん中のだ。これかな。ああ、わかった。どうやるの？持てば取れるよ。やった、取れた。食べ頃になったんだ。うわあ、見てごらん、このスイカの形は円形だ、もしくは球体だね。ははっ、よし、取れたぞ。よし、じゃあ次は僕の番。オッケー。赤いのを取る。うわあ、なんて大きいんだ。ああ、この形は何？これは球体かな。ああ、楕円形の球体みたいだね。もしくは卵型かな。よし、それじゃここに並べてみよう。ああ、いいぞ。おお、美味しそうなスイカだ。よしと、いいかな。さて、こっちは普通のスイカだ。だからもちろん中の色もわかってる。でも割ってチェックしてみないとね。ああ、見てみよう。うわあ、イエーイ。外側は緑色で中は濃いピンク、もしくは赤色だね。わあ、ここに種がある。黒いのと白いのがあるね。うん、オーケー。こっちのスイカは少し違うみたいだね。何が違うんだろう？こっちは果肉が黄色いんだ。ああ、なるほどね。だからクリームスイカと呼ばれるのか。割ってみてくれる？ああ、中を見てみよう。熟していれば綺麗に割れるよ。うわあ、今までにこんなスイカは見たことがないよ。見て、中の色が黄色だ。うわあ、よし、比べてみよう。黄色、赤色、黄色、赤色、どっちも美味しいよ。うわあ、味見してみよう。うん、うん、すっごく甘い。クリームスイカが気に入っちゃったよ。うん、うん、君はどっちの色のスイカが好き？黄色が好きだな。うん、変わった味だけどすごく美味しいよ。うん、うん、そうだね、正直これはすっごく美味しい。うん、うん、食べてみる？おお、いちごだね。うん、うん、うん、いちごもすっごくおいしい。もっと取りに行ってみようか。オッケー、この入れ物を見て。蓋付きのフードパックだよ。ほーら、二枚貝は知ってる？貝の仲間でこれと形がそっくりだ。パクパクパク。あはは、それじゃいちごを20個収穫してみよう。うわあ、いっぱいだね。それじゃ行くよ。1、2、3、4、5、6、7、うわあ、8、9、10個目のいちごだ。これで半分は取れたぞ。11、12、引く1だ。11、12、13、14、15、16、17、あともう少し。18、19、最後だ。20。いちごが20個フードパックに入ったよ。よくできました。ワフー。うわー、この植物は何だろう。今までに見たことがないよ。すごいな、見てよ、背が高いね。トウモロコシの茎に似てる。でもトウモロコシではなさそう。うわあ、うわうわ、今のは危なかった。
止まったぞ。着いたよ、サトウキビ畑だ。サトウキビ畑？今の聞いた？じゃあ間違いなくこれはサトウキビだね。うわあ、オッケー、行くぞ。やあケニー。やあ。何をするの？何本か切り倒してみよう。オッケー。うわあ、これがサトウキビだよ。いいのがあったぞ。おっと、うわあ、鋭いナイフだ。簡単に切り倒した。わ、これは何に使うの？そのまま吸い付いてもいいし、ジュースを絞り出してもいい。うー、料理に使える。砂糖にできるってこと？ああ。おお、砂糖キビから砂糖ができるんだ。うわあ、すごいぞ。うわあ、見てよこれ。いつもはただ皮を剥いてかじりつくんだ。うわあ、ここをかじればいいの？ああ。オッケー、こいつを剥がそう。うわあ、ナイフを使うときは十分に注意すること、わかるよね？ナイフを使えるのは大人だけだよ。ああ、いいね、すっごく美味しそうだ。かじってごらん。よし、行くぞ。うん、うん、美味しいサトウキビ最高。うわあ、これを見て。すごいね、なんて大きな植物なんだ。実はこれは花なんだ。すごく背が高いよね。この花はひまわりと呼ばれているよ。うわ、どうして名前をひまわりっていうか知ってるかな？その通り、お日様の方を向いて回るからだよ。うわ、ひまわりは種をつけるんだ。うん、うん、おいしい、すごくヘルシーだよ。今日はとっても楽しかった。一緒に果物と野菜、種について学んだね。田中ファームからお送りしたよ。さて、今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。いくよ、ブリピー。ブリピー、やったね。それじゃまた遊ぼうね。バイバイ。Come on everyone, let's make money.